冷やしネバネバとろみ汁です。オクラとか長芋とかなめことかいろいろ入ってます。今暑い季節なのでこういう系冷蔵庫で冷やしておいたらさっぱりしてすごい食べやすいです。梅干しもあるので味変で梅肉乗せたりもして3日以上ぐらい食べれると思います。これ多分エゾハリタケだな。もう出てきてんのか。8月13日。柔らかい。すごい状態のいい腰筋が伸び始めのやつだ。なかなかこんな巡り合わせないと思う。タイミング的に。これ多分、古い去年とかのエゾハリタケの出て終わった後だな。ここも出てきてる腰筋が。うわ、今のこの中にあった真裏の木の上側もすごいわ。本当の腰筋だな。 すごい触った感じ、柔らかい。これまだ数日置いた方がいいな。内側だけ取って。エゾハリだね。適当に上下とか切ってナタ奥に差し込んで起こすような感じにしたらベリッと剥がれるような感じで取れるな。なんかちょっと微妙にオレンジがかったようにも見える。こっちが傘の下面だけどね、微細な突起状のものがプツプツプツっとあるような感じ。触った感じ柔らかいんだけど結構クニクニ硬さがあって独特だよね。他のキノコにない感じで、食べ方諸説あるんだけど、こういう大きくなりすぎてない伸びてきてる腰筋を刻んで炒めるのが多分一番いいんじゃなかろうかと思いますよ。味とかが逃げないから。またあの上のやつが伸びてくると思うから数日したら見に来よう。綺麗だな。あ、この木の下側にもあるわ。あ、液体がすごい出てるな。冷たい。こっちもまた数日したら大きくなってるかもしれない。わかんないけど。あれ、すぐ下のとこ、これって万年竹ってやつじゃないか。硬いな。で、ちょっとニス塗ったような光沢が。あ、ポキって。万年竹ってやつかもしんない。なんか、そうだとしたらすごい薬効があるとか昔から言い伝えられてるものらしくて。まあ、嘘か本当かわかんないんだけど、ここにもあるわ。ちょ、一個持って帰ってみるか。あ、これコシアブラの木だ。春にかなり美味しい山菜。これ舞茸の形してますよね。確かこれコウモリタケっていう名前のキノコ、食べるようなキノコじゃ
ないと思うんですが、知識としてマイタケ型してても食べられないこういうキノコもあるということを知ってたらいいですよね。オレンジっぽいような感じ、裏はかなり白っぽいような感じ。あ、これ薄ヒラタケだ。久しぶり見た。これは夏よりに出るヒラタケの仲間みたいなやつ。あ、状態いい。おお、綺麗じゃん。いいじゃん。これは食べられるキノコです。これなんかヒラタケらしい姿だよね。こう、なんか柄が短いんだけど、こう、キューッとなってるというか、んで、株状になってるというか。あら、これって白海綿竹ってやつかな。大きさ化け物級だね。あ、硬い。なんかタイヤのゴムみたいな感じ。これがちっちゃい時に多分オレンジ色みたいな感じで、似た食用キノコにマスタケっていうのがあって、それと小さい時にちょっと悩むみたいなキノコだけど、食べられない方の白海綿竹だと思います。すごい硬いゴム。あ、やばい、そこクマがいる。あ、やばい、クマが出てくる。やばいやばい。ゴーヤ、エゾハリタケの中華味の炒め物、とろみ汁の梅肉のせ、きゅうり、枝豆、あゆの塩焼き、炙りとろサーモンの刺身です。この細切りにしたやつがエゾハリタケです。サキイカみたいな感じ、ちょっとギュジッとした、コリコリじゃないけど、なんかこう歯ごたえがあるイカの、サキイカみたいな感じ。これサキイカみたいな食感だと思ってなんか料理考えた方がいいですね。味は結構濃いと思いますよ。茹でたりしてないからか。微妙にわずかになんかサミみたいのもあるかも。でもかなり食べやすい感じ。パブロイだよ。とろみ汁。うん、美味しい。